京子さんが双子ですが、なぜ双子と言うかですね、1月1日私生まれなんですけど、1月6日あ言ったらあかんな、まあすごく近い日に生まれて同い年で、いやね、血液型とかも全部一緒なんですよ。だからなんかもしかしたら思ってることとかね、なんか同じかもしんないなとか思うと、宇宙から見るともう双子でしょでね、言い合ってたんですよね、昨日この間から。なんか今日は鵜飼さんと松本玲奈ちゃんに呼んでいただいて歌わせていただくことになりました。最後の彼女たち最後のねコラボがとても楽しみにしてるから、私も混ぜてもらっちゃったんで、最後まで残ってくださいね。さあ、じゃあわずかではないな、じっくりとフェイター時間を楽しんでいただけるようにと歌を何曲か持ってきました。私猫を飼ってましてですね、猫が3匹もいるので、いろんなものがこうファ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 してるんですね、はい、わかるでしょう、飼ってる方は。そんなファ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 してるものを歌にそうしてみました。聴いてください。つぼみ膨らば春が来る、青空にセミが鳴いたら夏が来る、もみじが赤く染まれば秋が来る、雪虫が飛び始めたら冬が来る、抜けても舞う舞う舞う毛が舞う、あっちこっち
ても空中に今漂ってマウマウしてますけども、ここのね、あの店主の方もあの花が PM のようなとかね、花粉とかだったり、皆さんもぐじゅぐじゅしてるかもしれませんが、愛しいものだと思えば耐えられるかもしれませんよそういう曲でしたはい、ありがとうございます。ね、愛しいものの歌もあれば嫌いな歌もありましてですね、あの私とても嫌いな食べ物がありまして、それをですね、あの草間彌生先生の教えに行こうて、何かこう嫌いなものを知れという知ることから始めてみました。その嫌いなものをまな板でトン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 ってした音をリズムに入れて組んで持ってきました。一緒に歌ってみます。聞いてください。ラーシ。お母さんもそれ以上私に苦しませないで、私
私を苦しませないで。無駄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 押さないで戻さないで煮込まないでそれを細かく刻んで忍ばさないで食べさせないで押さないで戻さないで炒めないでそれを細かく刻んで食べさせないでもう食べさせないで椎茸という曲をあの歌ってると絶対にあの綺麗系に歌おうとか思うんですけど絶叫が魂からなんかこうほんまに嫌いだっていう最後すごい絶叫してるんですよね。でなんか息が苦しいなと思ったら呼吸過呼吸みたいなほんまに嫌いなんだなと思って。これあのまな板で切ってる時あのみじん切りめっちゃみじん切りしたらすっごい生しいだけでも臭いんですよ。皆さんお試しください臭くてねびっくりしました。お母さんという生き物はですねあの優しいんですけどねなんかこう食べさせようとかね良かれと思ったことがあだになるみたいなそんな感じの歌でございましたらしいだけでした。あ、今のらしいだけっていうのは CD あの手作りの CD を出してて今日たった2枚しか持ってこなかったんですけど手作りすぎて大変なんですけど、矢本健二君っていうこれまたね不思議なピアノ弾き語りの男の人と、高知圭さんっていうまたこれまた福岡のすごい不思議なベース弾き語りの人と3人で作ったんですけど彼がですねあの矢本健二君があの巻き寿司とか一緒に歌ってくれてすごく面白いレコーディングになってるのでよかったら2枚ですけどお持ち帰りください。さあじゃ あの今みたいに、私レコーダーを持ってきて、歌うことが今年からずっと始めてるんですけどなぜかというとですね旅に去年12月にチェコという面白い国に行ってその時にレコーダーを持って行ったらもうチェコでは音も面白いし物も全部面白くて刺激がいっぱいでこの拾ってきた音を何かにできないだろうかと思ったらこうライブで一緒に歌うと縁でないかなと思ってそれで始めています。そんな中で拾ってきた音をまた組み合わせてリズムを作って、できました。聞いてもらいましょう。プラハのおかしな散歩道。Thank you.
全てプラハで拾ってきた音でございます。プラハのね、ホームレスと言うたらあれなんですけども、なんかね、そういうおじさまたちのそばに行って録音機持ってたら歌を歌ってくれて陽気で、それがまたすごく歌が上手かったりして、うん、やっぱりアートな街だなって思って、もう一回行きたいなって思いました。私も今日テルミンだと言いながら全然テルミンを弾いていないということに今気づきましたので、テルミンの曲もで音源がねありまして、一人ではテルミン弾いても寂しいので、私もう一人の私と一緒にやろうかなと思っています。そうですね、プラハの街でうろうろして迷子になってしまったら、マサリク駅という駅にたどり着いて、そこに偶然にもピアノが置いてあって、ストリートピアノなのでものすごいピッチがクリックリックリッって仲間狂いまくってるんですけども、それを弾く、誰が弾いてもいいよっていう感じだったので弾いてきました。それを録音して今日はテルミンと一緒に弾いてみようかなと。Thank you.
良かったなって初めて思いました。そして最後にね、どうしてももう一回最後弾きたいなと思ったら、本当に反対側のね、トラムに乗ってまたマサリンク駅に着いたんですよ。これでやっぱり1時間ぐらい弾いて、なんかもう忘れがたい、もう一度会いたいピアノになりました。会えたら嬉しいですね。本当にその時には録音またしてきます。私の時間も最後になりましたよ。ありがとう、本当に最後まで。次は松本玲奈ちゃんです。私も初めてなんで楽しみです。私が暮らすこの街、開けては目には見えない空気の中に、いろんなものが混じっている。呼吸をするたびにいろんなものが入り込んで、ため息吐くたびに出ていった。昨日は悲しいことがあった、今日はいいことがちょっとありそう、明日の自分は見えないから、そうね、思
していたらいいもんだって泣かれてこうでしょ。ああ私が生きるこの世よりは悲しくて寂しくて辛いこともあるけれど、たまには全部置いてきて言いたからで歌おう、言いたからで。素敵なショータイムをお楽しみください。